というわけで、本日は小麦で繊維の種類一商店さんというお店のナルコあっさり豚骨スープラーメンを食べたいと思います。そんなのあるんですかね。豚骨スープっていうと濃厚なイメージしかないんですが、食べてみればわかります。今回はいわゆる袋麺、すなわちフライ、ノーフライなのかフライなのかわかりませんけど、お湯を沸かしてほぐすタイプの麺なので、そうする冷凍と、まあ冷凍とあまり変わらないか、ま、食べてみればわかりません。ではいただきます。今回あまりにも早く食べすぎて、いつもこぼれ流している1分に満たなかったため、逆にいつもとは逆でスローモーションになっています。どんだけ食べるの早食いなんでしょうね私。こうして動画編集見ながら気づくことになるとは思いませんでした。だけど、まあたまにはこういう変わりなパターンもいいんじゃないかなと思ってます。いや、思わせてください。それでですね、この以前とは違う味わいのラーメン、いや小麦で繊維初の冷凍じゃないラーメンですけど、本当にあっさりだけどコクがあって美味しいです。詳細はこの後。ごちそうさまでした。確かに豚骨スープの味はあっさりしていて、だけど旨味やコクはしっかり感じられるので、でも美味しいラーメンになっているなと思いました。お手軽に食べられる中ではかなり高い段階に入っているのではないかなと思います。あなたが先日食べた冷凍の豚骨ラーメンとはまた違った、少しあっさりめなんですけど、しっかりと豚骨の旨味を感じられるので、豚骨だけどあっさりの方がいいなという場合はこちらの方がおすすめです。あなたはどちらが好みですか。というわけで、今日食べたあっさり豚骨は先日の豚骨ラーメンとは違った美味しさがあるということで4点とさせていただきます。トータル的には同じくらいかと自分は思いましたけどね。本日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演